小学生の頃、俺は家が近い同級生の女の子、あかねが好きだった。あかねは明るい性格の可愛い女の子だった。俺がちょっかいをかけると、大きな声でプンプン怒った。俺の行動に反応してくれるのが面白くて、毎日話しかけて、うざがられてもつきまとった。そんなせいか、あかねは俺だけをとにかく毛嫌いした。あかねが俺を嫌って避けていても、俺たちは家が近くて同じ班で登下校をしていたから、朝から夕方までほとんど一日中一緒だった。毛嫌いされながらも、俺はあかねにちょっかいをかけ続けた。そんなある日の朝、集合場所であかねのことを待っていると、あかねの母親が俺の元に駆け寄ってきた。今日はお休みするわ。待たせてごめんね。そんな風に言われて、そうなんだ、と俺は班のみんなと登校した。けれどその日から、あかねは学校に登校しなくなった。そしてある日の朝、担任の先生がみんなに、あかねは転校したと伝えた。突然のことにクラス中がざわざわした。仲のいい女子も何も知らされていないのか、急なことにびっくりしているようだった。俺も何も聞かされていなかった。俺が一方的に構っていただけだけど、毎日あんなに俺のすることに嫌がる反応をして騒いでいた茜が突然転校するなんて。張り合いがなくなり、そして片思いの相手がいなくなって、俺はショックだった。それから20年が経った。俺は30歳になっていた。一人暮らしのアパートのポストに同窓会の案内というハガキが入っていた。小学校の頃の友達か。懐かしいな。俺はすぐに出席に丸をつけた。そういえば、あいつは来るんだろうか。このハガキ、あいつの家にも届いてるんだろうか。俺はネクタイを緩めながら、もしかしたら両親ならあかねの住所を知っているかもと期待して電話をかけた。聞くと、両親はあかねの家族の引っ越し先と電話番号を知っていた。俺には教えてくれないなんて、やっぱり嫌われてるじゃん。と改めて落ち込みながら、親から聞いた連絡先に電話をかけた。ドキドキしながら待つと、スーコールで女の人が出た。もしもし？あかねだった。その一声を聞いただけですぐに分かった。電話に出たあかねは、大人になってから初めて、いや、転校して以来聞く声だった。懐かしさと好きだった気持ちがこみ上げてきて、俺はこっそり深呼吸しながら同窓会のハガキのことを聞いた。届いているというので来るよう話した。あかねは落ち着いた声でうんと返事をした。よっしゃ、会える。20年ぶりに会える。そう思って迎えた同窓会当日。会場に入った俺は、参加者の中に茜がいないかを探して回ったが、茜は来ていなかった。仲の良かったクラスメイトの隣でビールを飲み、今日、茜来てないんだな。俺がいるからかな。寂しさを紛らわすように言った。すると、周りが衝撃的な事実を俺に教えてくれた。あの子、白血病だよ。俺は周りから話を聞き、いても立ってもいられず、同窓会を抜けて茜の両親に電話した。そして教えてもらった病院へ駆けつけた。病室を覗き、窓際のベッドに近づきながら、茜と呼んだ。振り返ったのは、もうすっかり大人になった茜だった。昔から可愛かったが、ますます美人な大人の女性になっていた。でも顔色は良くなかった。突然の俺の登場に余計に顔を青ざめているようだった。俺は構わず近くにあった椅子をベッドのそばまで引っ張り座った。上半身を起こそうとした茜を支えてやり、俺は口を開いた。久しぶりだな。聞いたぞ。お前、白血病だったんだってな。20年前、急に転校した時も。周りが教えてくれた話によると、茜は同窓会の1週間前に白血病が再発して入院していたらしい。そして20年前の小学生だったあの時も白血病が見つかり
急遽入院していたそうだ。入院で登校ができなくなり、でもクラスメイトには心配をかけたくなくて、先生たちと話を合わせて転校とされていた。まあ、お前にとっちゃ俺はうざいやつだったかもしれないけどさ、なんで周りには話して俺だけには話してくれなかったんだ。茜は黙り込んでうつむいた。そりゃそうだよな、毛嫌いしてるやつになんか言いたくないよな。俺はショックを受け、短くため息をついた。そのため息に茜は息を飲んだ。急に来て迷惑だったかもしれない。勢いで来てしまったことを今になって反省した。帰った方がいいかもと立ち上がった瞬間、細い茜の手が俺の腕を掴んだ。違う、話さなかったんじゃない。あなたには病気になった私を見られたくなかったの。どういうことだ。俺はまた椅子に座り直した。もじもじする茜に俺はうんとゆっくりうなずいてみせた。茜はゆっくり20年前のことと病気のことを話し出した。小学生の時、白血病と診断されすぐに入院することになった。入院する病院が家からでは遠く、そして長期の治療になると見越して家族で病院の近くに引っ越すことにしたそうだ。その際、家が近くて長い間仲良くしていた俺の両親に事情と引っ越し先を教えていた。ただ学校では転校ということになっていたので、小学生だった俺には本当のことはずっと知らされないままだった。入院して間もなく抗がん剤治療が始まり、長かった髪が抜けていき、薬のせいで毎日体調が悪かった。死ぬかもしれないという恐怖、そして薬のせいで変わり果ててしまった自分の姿にショックを受け、以前の明るい性格から一転して暗い性格になった。両親がお見舞いに来られない日の一人ぼっちの時間は、孤独で辛くて寂しくて一人で泣いていた。治療の末ようやく治ったと思ったら、その数ヶ月後には再発。何度も再発し、長期の入院生活だった。中学生の時、何人かの友達は見舞いに来ていたらしい。茜が自分から友達に連絡して、入院中は手紙交換などもしていたそうだ。中学生になっても俺には教えてくれないとか、やっぱり毛嫌いしてるんじゃないかと俺はボソッと言った。すると、それまで細い声で話していた茜がしっかりした声で俺に言った。毛嫌いしてたんじゃない、あなたが好きだったから。変わり果てた自分を見てほしくなかったの。思いもしなかった告白に俺は驚いて茜を見つめた。茜は目をそらさなかった。好きって茜が俺のことを。俺は戸惑った。茜は好きだったから大げさに嫌っているように反応しただけと、当時の大げさな毛嫌いの理由を教えてくれた。昔は素直じゃなかったからね、なんて小さく笑った。俺が何も言えずにいると、茜は言葉を続けた。実はね、同窓会に行って好きを消してたあなたに告白したかったんだ。昔からずっと好きでしたって。それなのに、完治したと思っていた白血病が再発してしまって、もう絶望しかなかったそうだ。そうか。俺は拳を強く握りしめた。茜がこんなに素直に打ち明けてくれたのに、俺だけが恥ずかしがってまた素直にならないなんてダメじゃないか。入院ってどれくらい続くんだ。今後はどうしていくんだ。俺の質問に茜は首をかしげた。そんなことしてどうするのと。それにまた抗がん剤治療が始まったら辛い毎日だから、片思いし続けた人に変わり果てた姿は見せたくないと。茜はこれからのことを話したがらなかった。これからは俺が支える。だって俺もお前が好きだったから。俺はまっすぐ茜を見て告白した。するとそれまで青白かった茜の方が
少し赤くなったような気がした。俺は決心した。ずっと好きでちょっかいを出していた女の子の治療に寄り添うことを。その日から俺は仕事を時間内にきっちり終わらせてお見舞いに向かった。茜の両親にも話し、了承を得た。俺の両親にも伝えると、そうか、と短く言ってくれた。そしてその後、お前は昔から茜ちゃんが好きだったもんな、なんて言われて、飲んでいたお茶を吹き出しそうになった。両親は俺の片思いをとっくに見抜いていて、けれど口止めされていたから言えなくて心苦しかったらしい。いいよ、これからはそばにいられるし。教えてくれなかったことを責めてないよ、という意味で言ったのに、両親はお互いに目を合わせニヤニヤしだしたので、俺はちょっと耳を赤くしてずずっとお茶を飲んだ。そして茜の壮絶な治療が始まった。体や顔がむくみ、髪の毛が抜けた。もともとが綺麗な顔だったから、日に日に変わっていってしまう自分の姿を見るのが辛かったようだ。しんどそうにする茜に何をしてほしいか聞いた。望むことをして、もう意地悪はしなかった。好きな子にちょっかいをかけるだけの小学生男子の俺じゃない。ずっと好きで、今でも惚れてる大切な女性には優しくして尽くしたい。一番そばにいて支えてやりたかった。茜は小学生の時もこんな感じだったからなんて強気の日もあれば、私は一生白血病なんだと弱気になって泣き続ける日もあった。俺は体中の水分が抜けきってしまうんじゃないかというほど泣く茜をそっと抱きしめ、落ち着くまで背中を叩いてやった。大丈夫、治る。20年前だって退院するほど回復したんだ。今回だって大丈夫。俺は胸の中の茜に自分の生命力を移せればと思いながらぎゅっと抱きしめた。そして抗がん剤治療とドナーからの骨髄移植の末、ようやく退院の日を迎えた。今後も経過観察のため通院することにはなっているが、病院での治療はひとまず終了だ。長かった。長い間ずっと茜は大変な思いをしてきた。でもようやくこれで一段落だ。荷物の入ったボストンバッグを茜から取り、俺が持つよと言うと、茜はありがとうと微笑んだ。俺はふうと深呼吸して歩き出す茜を呼び止めた。振り返った茜に渾身のプロポーズをする。なあ、これからもそばにいていいか。もう小さい頃みたいに嫌われるようなちょっかいはかけないから。これからもってどういう意味？茜が聞いてくる。クフフと笑っている。その笑顔には昔の面影があった。俺と結婚してください。はい、喜んで。俺はやったーと年がいもなくはしゃいでしまった。茜がシーッと言うので慌てて口を塞いだ。茜の表情は穏やかでほっとしているような顔だった。そしてよく見ると茜の目には涙が浮かんでいた。悲しい涙ではない、嬉し涙だ。茜のキラキラした涙に俺ももらい泣きしそうになった。今も茜は定期的に通院して検査をしている。それ以外は日常に支障はない。また再発したらごめんね、なんてたまに謝ってくるけど、そんなのどうってことない。何年思いを寄せてきたと思ってるんだ。俺は自信満々に、また一緒に乗り越えていこう、と答えた。今、俺は茜と幸せな結婚生活を送っている。